たった一つの地球守りたいこの手で。世界的な規模で環境破壊が進んでいますが、すべて森林破壊から始まっていると言って良いと思います。日本も例外ではありません。そのような中で現代人は漠然とした不安を抱え、未来に希望を見出せないような状態にあり、様々な事件が起こっています。この DVD はこれ以上日本の森林が荒れると動物は愚か、日本は人の住めない国になってしまうという危機感を胸に、森林を守る活動を展開しておられる日本熊森協会創立者の森山真理子さんに、日本の森林の実態と活動状況についてお聞きしました。先進国の中で森を徹底的に破壊しなかったのは日本だけだと言われています。日本には古来鎮守の森という言葉があります。かつての日本人は、森はすべての生きとし生けるものを守り育てる力、言ってみれば神の心が宿っていると直感していたのではないでしょうか。しかしその日本も、鉄とコンクリートに囲まれた物質文明が急速に、そして大規模に展開されて、森林破壊がこれ以上放置できない限界に近づいています。この数年、集中豪雨による大規模災害が都市部だけでなく農村地帯にも頻発しています。不自然な開発が進んで、森林を失った山の保水能力が低下したため、大雨が降ると泥水が溢れ出し、被害を被るという事故が数多く報告されています。クマなどの大型動物が住むことのできる豊かな森を次世代へ残そうと立ち上がった若者たちの心意気と活動の実際についてご案内いたします。当たり前のように愛し合って、当たり前のように夢を見て、当たり前のように暮らしてた、この笑顔が永遠だと思い込んで、どんな森を残し、全生物と共存しなければ人間も生き残れないという現代生態学が出した結論に基づいて、熊をシンボルに汗まみれ泥まみれで奥山保全復元活動に取り組んでいる全国組織の実践自然保護団体です。一人の中一の女の子が、新聞記事に作文添えて持ってきた。ここから始まるんですね。でその新聞記事パッと見た時にね、ツキノワグマが全国的に絶滅しかかってるって書いてあったんですね。なんで？で見出し見ましたらね、オラこんな山嫌だ、ツキノワグマ環境破壊に悲鳴、雑木林木へ腹ペコ、真冬なのに里へ射殺って書いてありまして、真冬の1月ですよ、冬眠しているはずの、熊がね、痩せてガリガリで出てきまして、で撃ち殺されて、でそれを無理やりにね、あの笑顔のハンターが持ち上げて記念撮影した写真が大きく載ってたんですね。で、もう胸の痛い話だなと思ったんですけど、まあ新聞ね、ずっとこう私は終わりまで読みました。そして本当に大きな衝撃を受けてしまったんです。理科の先生なのに、日本の森や動物がどんな大変なことになっているか、この時まで全く知らなかったんです。あの東京都にもまだ少しですだけですけれども、熊の住む森が残ってますよね。これだけの先進国でありながら、熊が住む森を全国各地に残した、こういう国っていうのはなんと世界で日本一国だけなんだそうです。で、日本ととてもよく似た国にイギリスってありますよね。あそこも島国でしてね、イギリスに残った大型野生動物はなんと1種類だけです。何が残ったかご存知ですか？イギリスに残った大型野生動物は鹿だけなんですね。
で、彼らは狩猟民族ですから、貴族が庭で鹿を囲って飼ってた、餌やってたんですね。だから鹿だけは残ったんですけれども、熊は1000年前、イノシシは900年前、もうみんな滅ぼしていくんですね。で、一体日本とイギリス、ね、こういうヨーロッパの国々、何が違ったのかということなんですけれども、日本にこのような大型野生動物が全部残った、ご存知と思いますけど、明治になった時、この国には狼まで残ってたんですね。で、私たちの祖先はこういう生き物と一緒にずっとこの国で生き続けてきた。何がね違ったかって言いますとね、私たちの祖先は自らの欲望に歯止めをかけることのできる人たちだったということなんです。私たちの祖先は住み分けという素晴らしい知恵を出して、この国で野生鳥獣と共存してきました。中国山地ではこの住み分けラインはだいたい標高800メートルにあったと言われてます。で、それより手前の山は人間も、利用させてもらう。しかしその奥地に広がる広大な奥山、こっちの方は人間が入らないようにして木を一本切ることもなく、神様や野生鳥獣の国として手つかずで保全してきました。戦後、人間が住み分けラインを一方的に破って奥地にどっとなだれ込んだ。これによって野生動物たちは住みかも餌場も失ってしまったわけです。と言いますのは、スキー場などの観光開発によって森の木をどんどんと切っていったり、また拡大造林という国策によって、それまで自然の森に生えていたブナやミズナラなどの広葉樹の木をもう全部切ってしまいまして、その後に林業として儲かりそうな杉やヒノキの小さな苗木をこう植えていったんですね。それによって野生鳥獣たちは家や餌場を失ってしまったわけです。と言いますのは、杉やヒノキっていうのはね、とても材木としてはいい木なんですけれども、残念ながらあの葉っぱ苦くて動物が食べられないんですね。で、秋になっても残念ながら杉やヒノキには動物の餌となるような実がなりません。しかもね、杉やヒノキって針葉樹っていうんで、葉っぱがとっても細いですよね。でも不思議なことに、あの葉っぱって日光を通さないんですよ。しかも杉やヒノキって葉っぱが一年中ついてますよね。で、苗木がね、まだ小さいうちは間に日光が入って、草が生えてどうにか持ったんですけど、今から25年ぐらい前になると思います、苗木がもう育ってこう大きくね、杉やヒノキの葉っぱが天を覆うようになってから、一年中森の中に日光が入らなくなったんですね。そうすると下草も全部消えてしまいました。下草に発生していた虫もみんないなくなってしまった。こんなことになったんですね。で、こういう森の動物っていうのは、春夏秋冬、こう刻々とね、季節の変化によって食べ物を変えていくわけなんですけれども、こういう奥山っていうのは冬雪に閉ざされて、もう食べ物が何もない、そういう世界になります。で、そういう時になると森の動物たちは、自然の森には必ずね、大きな巨木があるんですね。で、その幹にウロといって、しばしばこう大きな穴が開いてるんですけど、そういうあったかいウロの中に入って、こう春になるまで冬眠して待つ、こういう暮らしをしていたわけですけれども、こういう木も全部切られてしまった。それで家も失ってしまったというわけです。このような状況になって、森の動物たちは悲鳴を上げ始めました。で、夜になると森からどんどんとね、こういう動物たちが出てき始めたんですね。で、初めこういう現象を見た地元の方たちは、なんだなんだ、最近動物がどんどん山から出てきた、さては増えすぎて山から溢れ出してきたな、このような勘違いをされました。で、今もこのような勘違いは全国至るところでされています。しかし動物学的に言いますと、
こういう動物に起きなかった異常現象が起きる、実はこれは絶滅しますという印なんですね。地元の方たちがこの後悲鳴を上げ始められます。と言いますのは、こういう森から出てきた動物たちが田畑に入って農作物を食べ始めたんですね。でこれ困りますよね。で害獣ということになりまして、それまで日本にあった狩猟期間以外に一年中いつでもどこでも有害獣駆除という許可をもらったら、こういう動物を殺していいことになりました。でこのようにね、森の中に餌がなくなってしまった。で、出てきたら撃ち殺される、こんな事態が始まりまして、日本で一番たくさん餌を必要とする一番大きな動物、つまりクマから絶滅が始まったというわけです。このような状況を知った当時の中学生たちが、餌場も住処も人間が奪っておいて生きられなくなって山から出てきたら、害獣として動物たちを全部殺してしまう、人間としておかしいんじゃないか、大変胸を痛めました。そして、先生かわいそうやんか、助けてやろうやって言い出したんです。生徒たちがかわいそうやんか、助けてやろうやとこう言い出したんですね。で私はね、その時即座に断りましてね、あんたらね、先生がどんな忙しいか分かってんの、そんなことする時間全然ないよ、こんな大きな新聞記事になったんだから、自然保護団体の方たちとかね、そういう人が動いてくださるから任せておけばいいのって言いました。私その時本当にね、この国にそういう人たちがたくさんおられると確信してたんですね。ところが、そういう人たちが日本にいなかったんですね。で生徒に会うたびに生徒がね、先生、熊ママでいう人現れたか現れたかって、もう毎回毎回聞くんですよ。で私初めのうちはね、そんなん待ってたらいいよとかってごまかしてたんですけど、子供ってよく覚えてましてね、もう必ず会うと聞くんです。で私しまいにね、もう子供に会うの怖くなってきて、なんで誰も動く人おらんのやろ、おかしいなおかしいな、もう絶対取り組み始まってるはずなのに、この問題から逃れたい一心で、ある時いい子供についたんです。そうだ、県庁だ、ああいうとこ聞いたらもう取り組みがね始まっていて、行政はもう絶対やってると思いまして、生まれて初めてこの問題から逃れた一心で兵庫県庁に電話をしました。で高官の方に言いましたらね、林務課におつなぎしますって言われました。やめてくださいって私言ったんですね。林務課というところは兵庫の奥山ね、そこの自然の森の木を切って杉やヒノキに植え替えていくところ で、こういうところではね、動物は邪魔者以外の何者でもないんですね。で自然保護課お願いしますって言いましたら、クマは害獣ですから自然保護の対象ではありません、窓口は林務課だけですということで、まあ仕方なくつないでもらいまして、私林務課の係官に、新聞で読んだんですけど、兵庫県のツキノワグマ絶滅寸前だそうですね、守れっていう声が来てますよねって照れながら聞きました。そしたら係官の方が呆れ果てたという感じで、クマ守れ、そんなもん聞いたこともないわって言われました。あ、いや、ちょっと新聞で読んだんですけど、なんか全国的にクマから絶滅が始まってるということで、他の県ではそういう動きが出てますよねって聞きましたら、聞いたことないって言われました。私電話切った時ね、声上げて泣きたくなったんですよ。当時の日本の人口1億2300万人、人間のせいでこんなことになってね、本当に出てきて皆殺しにされて絶滅が始まってるというのに、この中にたったの一人だって声上げる人いなかったんかって、もう本当にね、胸が痛かったです。学校の図書室行った時ふっと思い出して、一回クマの本読んでみようかなって、クマクマって探したら一冊の古びた本があったんですね。長野県の宮沢正義さんという方が書かれた月のワグマ日記という本です。でこの宮沢正義さんという方は、長野の自宅の500坪の庭で10頭のツキノワグマと20年間家族として暮らされたんですね。話しがいなんですよ。でこの人ね、またなんでこんなことしたんやということなんですけど、彼は幼少の頃から当時まだ長野に残っていた原生林によく遊びに行ってたんだそうです。で一回ね、山の中に入ると20頭のツキノワグマに出会ったそうです。クマ対人間、
素手で戦いますと、そりゃ熊が勝つでしょう。大きくて力も強いですからね。今まで何千頭という熊に出会ったそうなんですけれども、一頭だって手を出してきた熊がいないんだそうです。で、宮沢さんはね、だんだん熊に魅せられていくんですね。熊ってなんて平和的な動物なんだろう、自分が絶対勝つと知りながら絶対に手を出してこない、こんな動物と一回一緒に住んでみたいなと思って、こういうことをされたんですね。まあ、あの、人間でも一緒ですけどね、共に暮らしてみて初めて分かる本当の姿っていうのがありますよね。それを彼はずっと本に書いていったわけです。で、私この本パッと取って帰りの電車の中で読み出したんですけどね、初めの 2,3 駅我慢してたんですけど、途中から我慢できなくなって、実は目から涙吹き出してしまいました。と言いますのはね、私たちが思っている熊常識っていうのは、あれ全部嘘なんですね。で、熊は宮沢さんに言わせますと、犬や猫の仲間なんですけれども、一言で言うと、犬を特別賢く我慢強くしたらクマになる。とっても賢いんで、よくサーカスで使いますよね。で、見かけはね、黒くて大きくてなんか怖そうなんですけど、実態は180度反対でして、とても臆病な怖がりの動物なんですね。ひっそりと森の中で潜んで生きている、こういう動物なんですね。で、私はね、クマはね、肉食動物だと思ってたんですけど、 99% ベジタリアンなんですね。あと 1% 動物性のものを食べるっていうのは、あの大きな図体に似合わず、アリとかね、ハチとかね、サワガニとか、こんな小さいものだけなんですね。で、宮沢さんに言わせますと、クマに人を襲う習性は全くありません。じゃあ何なん、あの新聞とかね、時々テレビでクマ人を襲うって何なんっていうことなんですけど、正確に言いますと、人間はクマを襲います。ハンターの人おられて一回聞いてください。何取りたいですか？みんなね、クマクマクマ、なんでそんなにクマを取りたいのか。今日本ではね、うまくいくとクマ一頭仕留めたら100万円で売れるんです。なんでそんな高く売れるんですか？実はクマの胃、胆のうのことなんですけどね、あれが漢方薬で1グラム1万円以上、金より高く売れるんですよ。で、みんなね、取りたいですよね。で、クマクマ追いかけ回すんですけど、なかなか向こうも逃げますから、そんな簡単に取れません。で、弾が心臓に命中したら、まあそれで終わるんですけどね、いろんなこんなところに入って致命傷にならずに逃げ回ってるとか、罠に引っかかって結構あるんですけど、手が3本になってしまってるとかね、そういう動物クマたくさんいるんですけどね。で、一旦こういうことを経験してしまったクマ、それは皆さん絶対近寄らないでください。もし山行った時にね、耳にね、印がついてるクマとかあったらね、絶対寄らないでください。ゆっくり下がって離れてください。というのはね、とっても賢い動物なんで、人間に一旦命を狙われてしまうと覚えてしまうんですね。あ、殺そうと思ってる、自分を殺そうと思ってる。で、そうなりますとクマは人間に絶対近寄らないように、誰か入ってきたら1キロ先から察知してそっと逃げてるんですけど、まあ、彼らも山菜食べるのに夢中になってる時とか、うっかりしてる時あるんですね。で、そういう時にパッと人間に出会うと、うわ人間、この前のあれをやられる、殺されると思うんで逃げようとする。で、クマの武器って前足これだけなんですよ。だからバンと叩いてさっと逃げるんですね。で、新聞にはね、そこだけ載るんですよ。クマ人を襲う動物に口なしですからね。で、人間というのはとっても知能の高い動物ですよね。ということはね、とってもごまかしとか策略がうまいんですね。だから人間に都合の悪いこのクマに前段階何があったか、それは一切書かずに、クマ人を襲う、そこだけ書くもんですから、なんや、凶悪犯人みたいに今日本でなってしまいましてね、クマ、あ、殺せ、クマ出た、殺せと、こんな風になってしまったんですね。で、私はね、この本読んでね、なんで涙が止まらなかったかっていうとね、いたんだ、日本にたった一人だけどね、同じ生きとし生けるものとして、人間によってこう誤解の上にね、滅ぼされていくこの哀れな生き物に深い愛情を寄せて一緒に暮らした人がいたんだ。もうなんかそのことで涙止まらなくなって、私この本ね、読み終わってから自分でもびっくりすることをまたしちゃったんですよ。出版社に電話しましてね、宮沢さんの電話番号教えてください。電話をしましたら、予想通り優しい声の方が現れまして、宮沢さん、私今あなたの本を読んで涙が止まりません、日本に熊守れって言ってあげる人いないんですかってお聞きしましたら、宮沢さんが、誰もいないと思いますって言われました。じゃあ宮沢さん、
あなたここまで深くね、あの熊のこと調べてね、本当に愛情を持たれてね、どうして守れって声上げてやらないんですか。私最近新聞で読んだんですけど、熊から全国的に絶滅が始まってるそうですよって言いました。そしたら宮沢さんがね、実は僕研究者なんです、そんな残すような性格ではありません、日本にいつか熊守れという人が現れたら、私の数十年間の研究成果のすべてをその方に捧げたいと思っていますって言われました。で、私この電話を切ってから悶々と苦しみ始めていくんですね。当時私が自然保護に抱いていたイメージっていうのは、マイナーで憂鬱であんな引っかかった人生終わりやと思ってたんですね。だから自分は絶対こんなことしたくない。でもね、誰もいないってね、やっぱり胸が痛いですよね。私の友達は私のことを心配しまして、声なんか上げたらあかんで、私ら公務員やろ、そんなもん県庁が害獣だから駆除しようっていうの、あんたが守れってどうするんや、絶対クビになるで、ね、クビになると私も思いました。私にとってはね、もう夢にまで見た天職にありついて、まだあんまり立ってなかったんで、ここでクビになるというのはもう何よりも辛いことなんですね。で、したくないしたくないって思ったんですけどね、あのうちね、あの保健所に連れて行かれるっていう犬をね、生徒に泣きつかれて飼ってたんですけどね、うちのね、その犬ね、見るとね、あの新聞で殺されてたクマとよく似てるんですよ、顔がね。で、犬見るとね、あのね、悪者に仕立て上げられて殺されていたあのクマの無念な顔と重なって、忘れようとしてる、また思い出して思い出して、もう本当にね、あ、でもしたくないしたくないと思ってたんですけど、ある時ね、しまった、これ逃げられないぞと思い出したんです。というのはね、私よくね、当時生徒にこんなこと言ってたんですね。みんないいか、正しいと思うことがあったらたった一人でも声を上げるんだよ、そういう勇気のある正義感の強い人が増えないとこの国は良くならないよ、先生はね、みんなにそういう人になってもらおうと思って一生懸命教えてるんだよ。しまった、あんなこと言ってた、あのやめときやめときって言った友達はみんな教師なんですけど、理科教師じゃないんですね。理科教師の私が誰よりもこの今日本の奥山で起こっている、ね、これがこの国を滅ぼす大問題だって分かってるんですね。したくない、でもここで逃げたら嘘になっちゃうんですよね、生徒に言ってることが。実はね、私子供の頃から大人にね、ちょっと不信感持ってたんです。中学校の時ね、特にそうなんですけどね、学校の先生がよくね、世の中のいろんな問題を教えてくれるんですよ。こんな大変な問題があるんだって。まあそれはいいんですけどね、最後に先生が必ずこう言うんですね。この大変な問題の解決は若い諸君にかかってるんだ、ね。でね、私は子供心にね、これがどうも腑に落ちなかったんですね。そんな大変な問題なんで私たちに振るんだ。先生お前こそやれやと思ってましてね。で、まあ、そういう不信感があったもんでね、この時どうしようどうしよう、逃げたい逃げたい、でもね、ここで逃げたら私が嫌だったあの大人と一緒になっちゃうんですね。で、まあいろいろ悶々と苦しんだんですけど、最終的に私が思ったのは、月のワグマ日記なんか読まなかったらよかった、でも読んで本当のこと知って、ここで逃げたらお前人間違うぞって私は思うようになったんですね。で、ある日ついに決意しまして、声上げようと思いました。夜中に帰ってきた夫に、お父さんごめんね、私クビになるわ、クマ守れって声上げるねんって言いました。そしたら夫が、声上げてやりなさい、クビになったらなったで、その時はどうでもなるわ、そんな人間が一人ぐらいこの国におらなかん、さあえらいことになってくるぞ、これまで以上に家事手伝ってやるから頑張りなさいって言ってくれました。私はね、夫はやっぱり優しい人だったなって思ったのとね、ああもうついに手にした転職を失うこのもうお人よしのバカが、このね無念さ、もうこの2つで涙が止まりませんでした。でもやるぞと、ある日ついに決意したんですね。で、次の日学校行きましてね、やるぞと思ったんですけど、よく考えたら私運動なんか何もしたことなかったんですね。で、この時何からやったらいいんだろうと思いついたのが理科の先生。理科の先生は絶対これがね、この国を滅ぼす大問題だ、分かってくださると思って、2人の男の先生に見せました新聞記事で、2人はざーっと記事読んで、森山先生これ大変な問題じゃないですかって言ってくれまして、そうでしょ、私声上げるから手伝ってって言いましたら、手伝いますよっていうことになりまして、この日放課後の理科室、3名の理科教師が集まりました。こんな時何からやったらいいんだろう、思いついたのが、
まず貝を作らないとダメだということで、今から思うと実に平凡な名前だったなって思うんですけど、3人の理科教師で野生ツキノワグマを守る貝という貝を作りました。で次の日授業に行きまして、私毎回生徒に聞かれてこんなことしてたんですけど、その時は胸張りましてね、実は毎回みんなにやいや言われていたクマの絶滅止めてやろうって、あの話ね、実はそんなことする人この国に一人もいなかったんよ。それで先生クビになるかもわからんと思うけど声上げるって決めました。理科の先生3人で野生ツキノワグマを守る会という会を作りましたと言いました。その時クラス全員の生徒が私の顔をじっと見ていました。あの後起きたことは未だに何であんなことになったのかわけが分かりません。職員室に帰って私が仕事をしていたら、思い詰めた表情した生徒たちが私の机の方に向かってダッ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 とみんな来るんですよ。怖いじゃないですか。私思わずびっくりして立ち上がりまして、何何みんなどうしたんって聞きました。そしたら一人の男の子が、先生野生ツキノワグマを守る会に僕ら入れてください、あの新聞記事読んでから胸が痛くて耐えられないんです。もう一人の男の子が、先生僕あの新聞記事思い出したら食事が喉を通らへんねん、大人のしてること絶対間違ってますって言いました。私その時ね、生徒がやいや言ってたのは知ってたんですけど、現代っ子ですからね、自分の何の利益にもね、何の痛みもならないことのためにね、ここまで胸痛めてるっていうのはちょっと想像外だったんですね。私も胸が痛かったんです。この子らここまで苦しんでた、なんかね胸がいっぱいになったんですけど、その時パッと一枚の新聞記事が頭に浮かびました。中学校理科教師、生徒を使ってクマの保護運動を起こす懲戒免職。皆さん、私はねもう首は覚悟してたんです。でもまだ何もしてませんからね、ここで首になったら無念なんで、これはね先生たちがすることだからって断りました。その日生徒は黙って帰っていったんですけどね、次の日 4,5 人のグループになって意気揚々と登場したんですね。先生本日野生動物に山を返そうの会を結成しました。はあ、それ何、私会長、この人副会長、この人初期です、どんどん来るんですよね。先生ツキノワグマよみがえれの会を結成しました。何なんそれ。先生クマの会結成しました。あんた誰教えてないよ。1000人規模の中学校だったんですけどね、みるみるうちに校内に16のクマの保護団体が結成されたんですね。で後で聞きましたら、理科だよりが校内をビュンビュンと回っていたようなんですね。で生徒は初めからこれはもう森の問題であるってみんな分かってたんです。でクマが一番だろう、でも猿、鹿、イノシシ、みんな生き物消えていく、みんな分かってたんですけど、まあ、当面この今すぐ消えるクマ、ここから何とかしようと彼ら思ったわけです。で家からみんなが本持ってきまして、持ち寄った本がこれぐらいです。でお昼休みの理科室超満員になりまして、むさぼるように生徒たちが本を読みました。読めば読むほど、本当に日本の奥山で大変な危機が進行している、もうみんな焦りましてね。で16年前というとテレホンカードの時代なんです。でテレホンカードさーっと集めまして、兵庫県でこういう大型野生動物が生き残っているのは北部の雪国地帯なんですね。でそこの役場に向けてじゃんじゃん電話をし始めました。ツキノワグマが絶滅寸前です、殺すのをやめてくださいってこういうふうに言ったわけです。役場の皆さんどなたもカンカンでしてね、もう一回言ってみ、わしらとクマとどっちが大事なんじゃ、許さんぞってものすごい怖かったですよ。あれ大人だったらもうすぐ引いてますね。でも子供ってね、怒鳴られても怒鳴られても毎日電話してるんですね。でそのうち生徒たちが、先生なんや知らんけどみんな怒ってばっかりで誰も言うこと聞いてくれへん、私たち南部の都市に住んでますから、当時ね田舎の人がなんでそんな怒ってあるのかよう分からへんかったんですね。先生赤間早生と絶滅してしまったらもう終わりや、こうなったら先生兵庫県の猟友会脅すわって言いましてね、最後撃ち殺すのは猟友会ですからね。で猟友会に電話をしまして、ツキノワグマを殺すのやめてもらえません、絶滅したら皆さん方のせいですぞと行動したんですね。そしたら今度は猟友会の方がカンカンに怒られまして、何をバカなこと言ってきた、法律でクマは狩猟してもいい、有害獣として駆除してもいい、法律で決められたことをやってるだけだということでした。法的には問題ないという猟友会の答えは正しいんですね。で早くせんと絶滅してしまった終わりや、理科教師3名再び放課後の理科室に集まりました。何したらいいかなって、
次にやることを思いついたのは署名ですね。署名やでやろうかということになりまして、私たちも本屋さん行ってもう関係のある本全部買い占めて寝る時間惜しんで全部読みました。で当時としてはかなりの自信作なんですけれども、兵庫県絶滅寸前野生ツキノワグマ捕獲禁止緊急要請とこういう署名を作ったんですね。で署名には自信があるんですけど大人ってダメですね。こういうことってなんか照れくさいんですね。私たちがやったのは市内の中学校の理科教師に送っただけです。しばらくして70名の理科教師から3度の署名が返ってきました。皆さん尼崎市の70名の中学校の理科教師っていうのはね、これほぼ全員なんですね。で自信持ちましてね、ほら理科の先生はこれがどんなにこの国を揺るがす大問題かみんな分かってくださったわと思ったんですけど、やったのはそれだけです。ところがね、生徒の会の方が毎日どん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 署名集めてくるんですよ。で私だんだん不思議になってきましてね、ある時思い切ってね聞いてみたんです。君らな、こんな署名毎日毎日こんないっぱいどうやって集めてんの。この答えを聞いた時返す言葉が出なかったです。生徒たちがこう言ったんです。先生、僕らピンポン鳴らして町内全部回ってるんです。先生、私たち毎日駅に立ってるんです。先生、私たちは毎日スーパーの前に立ってるんです。皆さんこんなことしてもね、理科の点数なんか言っても上げてもらえませんよ。自分に何の利益にもならないことのためにね、生徒たちが半泣きになって本当にね署名を集めてたんですね。一体何人ぐらいが今こんなことしてるんやって聞きましたら、ただいま全校で260名が立ち上がってますということでしてね、最後はねもう全校を挙げて大運動に発展していくんですね。でいつも私学校に行ってね覚えてるんですけどね、なんだなんだちょっとありえないことがこの学校で今起きてるぞってもうわけわからなくなっていきました。で署名どん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 集まってきましてね、もう本当に最後ねこれ何なんだこれはってなりまして、私また生徒に聞いてみたんですね。君らな、こういうことになんでそこまで必死になるんや。先生わけわからんわって言いました。そしたら一人の男の子がこう言ったんです。先生、これ熊だけの問題違うねん、どういうことなんって聞きましたら、先生これ僕らの問題でもあるんや。僕ら寿命まであと何年生きなあかんと思う。あと70年ぐらい生きなあかんねん。今の自然破壊見てたら僕ら寿命まで生き残られへんってはっきり分かんねん。僕ら寿命まで生き残りたいねん。まさに中学生の叫びでした。彼らはこういう問題どん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 調べているうちに人間も滅びようとしているっていうことに気がついたんですね。でもう一人の男の子が寂しそうな顔してこう言ったんです。先生、大人ってほんまは僕ら子供に愛情なんかないん違うかな。自然も資源もみんな自分たちの代で使い果たして僕らに何も置いとこうってしてくれないなって本当に寂しそうでした。私びっくりしてパッと顔上げたら居並ぶ中学生がみんな寂しそうに首うなだれてるんですね。で私大人の一人としてなんか彼らの言葉がぐさっと胸に突き刺さってしまったんですね。私自分で言うのもなんですけど熱中教師でしてね、自分のことずっといい先生を持ってたんです。勉強わからんって言ったらわかるまで残して教えましたし、悩みがあるって言ったら夜中まで家庭訪問して相談に乗ってたんですけどね、彼らに言われてみて初めて気がついたんですけど、大人が本当に子供に愛情があるっていうのはね、そういう目先のことも大事ですけどね、大人が子供に本当に愛情があるっていうのはね、彼らが寿命まで生き残れるような自然環境を残してやる、これこそ大人の本当の愛情じゃないかなって彼らに教えられました。私はね、人間なんかね滅びた方がいいんやと思ってたんですけどね、子供たちが滅びたくないって言ったんです。どうされますか皆さん、ね、私この時ね一人心の中で密かに誓ったんです。誰がやらなくてもこの後の人生私だけでもこの子らが寿命まで生き残れるような自然環境を残すためにとことん頑張ろうって、それが今日の日本熊森教会の会長としての原点になるんですね。生徒たちは先生時間さえあれば署名は無限に集められますって言いました。
私はもう一生目なんかやめようって言ったんです。そんなことより日本の一角でこういう声が起きたということを世に知らせる方が大事だから、署名を県庁に持っていこうって言いました。その時いいこと思いついたんです。新聞記者だ、記者に書いてもらわないと世に広まりません。で電話をしましたら若い記者さんがいいですよ、県庁についていってあげますって言ってくれました。で直前になって私の友達が、森山さんそんな署名持っていくんだったら兵庫県に自然保護の大家の大学教授がいるから、あの人についていってもらったらいいん違うって言ってくれました。それはいい話だと思って私飛んでね、先生の研究室行きまして、先生正直なとこ教えてください、兵庫県のツキノワグマどうなんですかってお聞きしましたら、教授がクマね、あれ絶滅ですって言われまして、いや先生ちょっとそんな簡単に言ってもらったら困るんですよ、うちの学校ねえらいことになってきましてね、もう大人が守らないんだったら僕たちが守るっていうんで、もう全校挙げて大運動で、もう止めることできません、署名もたくさん集まったんで今度県庁に持っていくんでついてきてもらえませんかって言いましたら、いいですよって言ってくれました。各界の16人の会長に伝えましたら、生徒たちは本当にね、大学の先生が味方についたってありがとうございますって、もうみんな頭下げてましたね。でついに県庁に行く日がやってきまして、理科教師2名、 PTA の会長さん、各界の生徒の会長16名で、県庁の入り口で新聞記者の若いお兄さん、この自然保護の大家の大学教授を打ち合いまして林務課に入っていったんですね。で林務課に行きますと係官が出てきまして、こんな大勢ぞろぞろ何の用だ、皆さんの来るところじゃない、帰りなさいって言いました。いやちょっとだけでいいんで時間もらえませんか、生徒が本当に聞いてもらいたいことがあるって言ってるんです、お願いしてお願いして奥の部屋に通してもらいまして、椅子がないって言われたんで、いやもう立ってるだけで結構です、っていうことになりました。で椅子はね、長い机が1個あって3つだけはあったんですね。で林務課の係官2名が座って、この大学教授、自然保護の大家がトコトコトコと歩いていって3つ目の椅子に座って、3人対私たちが向き合う形になりました。で係官の方が何の用だって言ったんで、16人の各界の生徒の会長がはいって手を挙げまして、兵庫県のツキノワグマが絶滅寸前です、僕らの時代に残してくださいって言ったんです。そしたら係官の方が、兵庫県のツキノワグマ絶滅の恐れなんか全くありませんね先生って、大学教授の方を向いたんです。だから教授が絶滅の恐れ全くございませんって言ったんですよ。私頭真っ白になりましてね、もう次の声が出なかったんですけど、たくましかったのは生徒たちでして、こんだけ調べてましたからね、はーいって一斉に手を挙げまして、絶滅を迎えている証拠をずっと言っていくんですね。で私横でねぼーっと見てたんですけど、途中でしまったテープレコーダー持ってきたらよかったって、でこのやり取りを聞いているうちにね、ああ日本の自然なんか全く守れないなってはっきり分かってきました。生徒は何とかして絶滅止めようと思っていろんなこと知ってます。で係官はね、別に彼らが悪いわけじゃないんですけど、日本の行政っていうのは3年ごとにだいたいどん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 動いてるんですよね。で部屋の中にいますから、知識の量がもう全然違うんですね。で森や動物のことほとんど知らない、ただ有害駆除の犯行をしてるだけ、こんな感じなんですね。でわあこれはもう話にならないな、で生徒1時間半頑張ってはいはいはい手を挙げて発表したんですけど、係の方が忙しいんです、帰ってくださいって言われまして、最後に一人の男の子が手を挙げましてね、一つお願いが最後にあります、兵庫県の人口林ストップしてくださいって言ったんです。兵庫県の人口林率は県平均 42%、 ところがね、皮肉なんですけどね、大型野生動物が残っている北部、ここはね林業で儲けようと思ったんで、その大型野生動物が残っている北部に行くと杉だらけなんですよ。で人口林率が 60%、 70%、 80%、 もう植えられるだけ植えた、どうやって動物を生きてるんやろっていう哀れな、そんな状況なんですね。で人口林ストップしてくださいと、中学生が言ったわけなんですけど、林務課の係官が大変怒られましてね、何をバカなことを言い出すんだ、兵庫県はこれからどんどん杉やヒノキを植えていきますと言われました。で私たち県庁出てね、私はもうこの大学教授はどうでもいいと思ったんですよ。私は若い新聞記者のお兄さんのとこ飛んでいきましてね、記者さん一部始終見ておられましたね、私は生徒に有利なことなど何も書いてほしいと思いません、ありのままでいいですから、今日あなたが見聞きされたこと記事にしてくださいねって言いました。そしたらこの記者が、僕折り返してもらいます自然保護の、ね、
大化が絶滅の恐れなしって言って、中学生が絶滅させないでくださいって言って、これでは記事になりませんって帰ってしまいました。今でも覚えてるんですけどね、生徒たちが県庁出てね、もう無言で歩き続けまして、駅のプラットフォームで呆然と立ち尽くしてました。私彼ら見ていて、なんかもう急にかわいそうでたまらなくなって、思わず謝ったんですね。みんなごめんね、県庁なんか来なかったよかったね、怒られただけやったねって言いました。そしたら生徒たちがね、先生今日県庁に行ってよかったですよ、大人の世界って汚いんですね、だんだん分かってきました。僕らあんな調べていったのに、中学生は思ってみんな舐めてましたね。僕らこの後猛勉強して、調べたことあの人たちに必ず聞かせてみせます。プラットフォームの上で16人の会長がみんなそれぞれの誓いの言葉を述べていくんですね。この後私が勤めていたこの中学校、一気にありえない学校に変わってしまったんです。何がありえないかって言いますと、生徒たちが猛勉強を開始しだしたんですね。で、彼らは大人に任せておいたらもうダメだ、野生鳥獣と共存する国を自分たちが取り戻すしかないんだと思った瞬間から、目の前の国語も社会も理科も英語ももういっぺんに勉強が必要になったんですね。で、もう信じられないように猛勉強開始しまして、あの時の生徒の様子っていうのはね、どういうふうに皆さんに伝えたらいいかなと思うんですけど、多分明治維新の時の若者があんなんだったんじゃないか思いますね。もうキラキラと目輝かして勉強して勉強して、でね、私あの時生徒に教えられたんですけどね、日本の学校って今なかなかね、うまく授業が成立しない、あんまり言いたくないんですけどね、中学生って学校に遊びに来てる子ばっかりなんですよ。でね、もうこういうことに対して先生が悪い、こうよう言われますね。いや、親が悪い、子供が悪い、みんな悪いもの探ししてますけど、当時の彼らを見ていて私は分かりました。今日本の学校がうまく作動しないのはね、悪い人なんか誰もいません。あまりにも豊かで恵まれすぎた時代に生まれてきたんで、現代っ子っていうのはね、自分の命をかけてでもいいから獲得したいような高い目標、崇高な志をみんな持ってないんですよ。でもこの現代子だって一旦そういうものを持つと別人になっていくんですね。で、自分が将来金持ちになりたいとかね、医大学行きたいとかね、自分のためにやるぞと思ったら、まあ勉強もしんどいからそのうちまた辞めたりするんですけど、私はあの時彼らにね、生徒たちに教えられたのは、人間っていうのは大人も一緒だと思うんですけどね、自分が頑張ることを待っている哀れな弱者がいる、あの者のために自分は頑張らねばならない、自分が頑張らなかったら救えないんだ、そういう他者のための崇高な志、高い目標、それを持った時から人は別人になるんですね。そしてね、自分にこんな力があったなんて自分も知らなかったというようなすごい力が湧き出してくるんですね。命をかける使命感というじゃないですか、命を使う、自分の命あのことのためにもう使っていいと思った時から人間って別人になるんですね。で、もう一つこの時びっくりしたのは、今学校って生徒指導の問題で大変なんですよ。もういじめとか万引きとかも毎日毎日このばっかりですわ。でも綺麗に消えましたね。で、生徒たち、どんどんね、全国に向けて手紙書いたんですけど、かわいそうでしたよ。書いても書いてもお返事が返ってこないんですね。で、一つだけ返ってきたお返事がありまして、当時東大の林学科名誉教授高橋信清先生で、先生はお手紙でね、皆さん方の言われる通りじゃ、日本の森は熊がいないと森にならない、私も皆さん方と一緒に運動したい、でも高齢なので動けない、私は以前昭和天皇に信仰したことがある、その時昭和天皇がちょっと質問していいか、どうして奥山を全部杉やヒノキに植え替えてしまうんだ、あんなことしていいのかって聞かれた、何かの時にこれを使ってくださいって教えてくださいました。この先生、この後亡くなられる10年間ずっとお手紙で私たちを励ましてくださったんですね。で、当時兵庫県の山っていうのは大阪の営林局が管轄してまして、私まあ出かけて行って、兵庫の奥山で大変な事態が進行してますって訴えました。そしたら係の方が、動物ね、全部滅びると思いますよ、でももう一つ大変な事態が起きてるんですって言われました。何ですかって聞きましたら、実は阪神間の水道ね、私たち都市は阪神間って言うんですけどね、給水制限直前なんですよって言われました。
なんでそんなことになったんですかって聞きましたら、いや戦後ね、お口のお口まで人間が入り出してね、あのスキー場やゴルフ場やって山を壊して、で拡大造林やって言って自然の森の木切って、あと杉やヒノキ植え替えていったでしょ。自然のブナやミズナラの木は根が地上の3倍あるんですよ。だから雨が降るとね、幹伝って落ち葉とかして根を伝って森の中にどん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 雨水が染み込んでいって、森ってスポンジやったんかっていうぐらい雨水染み込んでいく。そして粘土層をゆっくりゆっくり、気が遠くなるぐらいゆっくり染み込んで、で場所によって違うんですけど、数十年から100年かけて湧き水として湧き出してくる。で、この湧き水が実は都市の水源なんです。で山をこうやってね触るたんびに湧き水がどん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 減り出したんですよ。で川の水位がどん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 低下して、僕らそのたんびに都市の水源確保っていうことでダムを奥地に奥地に作り続けました。もうダム作るところどこも残ってませんよ。今度は雨の少ない夏が来たら水道止めますから覚悟してくださいって言いました。そんな偉いことになってんですか、それ発表してくださいって言いましたら、彼は下を向いてしまいました。で私は帰り道思ったんですけどね、皆さん、動物を滅ぼす森は人間を滅ぼしますね。だってね、都市なんてね、水道ね出てこなくなったらもう一日も持ちませんよ。でこの日の夏休み近づいてきた時、ついに生徒たち怒ってしまったんですね。日本の大人って一体何をしてるんや、こんな大変なことになってるのにどこに手紙書いても誰一人動いてくれる人おらんやないか、こんなことになってるのを当時環境庁に言いつけてやる、聞いてもらおうやないかということになりまして、夏休みになって生徒の代表、理科教師3名、 PTA の会長さん、はるばる兵庫から新幹線乗って霞ヶ関の環境庁に乗り込んだんですね。野生生物科の係官2名に生徒の代表が30分間必死で訴えました。彼らは行政として初めて、真面目に生徒の訴えを聞いてくれました。生徒が訴え終わると、君たちの言うこととってもよくわかるよって言ってくれました。さすが環境庁と思ったんですけど、すぐその後に彼らがこんなこと言いました。日本の森や動物を守ってほしいんだね。はっきり言っとくね。ここにはそんなことする力何にもないからね。守りたかったら中学生の皆さん頑張ってください。私たちなんかもう床に座り込めそうになりましてね、もう国に言ったらもうこれでどうにかなると思ってましたんでね。でも今から思うとね、あの人たち本当に正直な人でしたね。今環境省になりましてね、一緒なんですけどね、ああいうところはね、法律を作ってるところなんですよ。だからね、兵庫の奥山で大変な事態がって言ってもね、知りませんって言ってそれでいいんですよ。結局ね、まとめて言いますとね、日本っていう国は山で生きられなくなって出てきた動物を殺すところは全国至る所にあります。でも守るところがゼロの国だったんですよ。どうして？つい最近まで、私が子供の頃まで、豊かな自然がこの国にはいっぱい残っていたんで、守る部署、守る団体、こういうのが全く育ってない国だったんですね。で、この年の秋になりまして、日本で初めて西中国山地、広島、島根、山口の県境で月の輪熊フォーラムというのが開かれました。もう県境に取り残された300頭の絶滅寸前の月の輪熊、これについて話し合おうというわけです。で私一人出かけていきまして、新幹線の広島駅を降りてバスでずっと、奥に入っていったんですけど、突然広島の人工林自体がわっと出てきます。すごいですよ、山のてっぺんまで全部杉です。やっぱりね、この日本人の勤勉さというのはね、昔あんなとこまでどうやって苗木担いで上がったんでしょうね。もうてっぺんまで全部杉です。でこういう不自然なことって根付かないんでね、あっちこっちで杉の人工林がバッサーと崩れ落ちてきてるんですね。えらいことになってるんやなって思いました。バス降りて山のふもとにちっちゃな公民館があって、そこが会場だったんですけどね、私が入ろうと思って受付通ったら、地元の人が怖い顔してずらーっと並んでまして、保護派かーって言ったんですね。で保護派ですって言ったら、その場で袋叩きにされそうな雰囲気だったんで、私怖くって、いや研究してるだけですってごまかして、会場に入りましてね。で午後1時から会が始まったんですけどね、会が始まると同時にすさまじい地元の人たちの怒号が飛び交いました。熊守れってやつ出てこい、許さんぞ、わしらどんな怖いと思ってんねん、夜テレビ見てるやろ、パッと横見たらガラス一枚隔てて熊が部屋の中覗いてるんや、
この恐怖がお前らに分かるか、熊守れってやつ一頭ずつ土産につけてやる、全部連れて帰れ、最後の一頭まで殺し尽くすぞって言ったらね、あの殺した熊さんのこういう写真ね、拡大した写真がずらーっと上がって、うわーって言うんですよね。いやー怖いとこ来てしまったーって、もう凄まじい怒号でした。でそういう怒号が飛び交っている最中に、地元の猟友会の会長さんが壇の上にこう上がられましてね、皆のもんちょっと静まれや、わしら天に唾したん違うかな、お口のお口まで動物たちの餌と知りながら自然の森の実のなる木切って杉植えたんわしらやないか、昔自然の森が残っていた時熊どころか動物なんか出てくることまずなかったやないか、今夜になったら村の中動物園状態になってる、農作物被害も出てきた、でもな農作物被害ゼロにしようと思ったら最後の一頭まで殺し尽くさなあかんぞ、みんなやるんか、わしな何年か前に熊出たいことあってな、猟友会の若いもん連れて飛んで行ったんや、農家の縁先で母熊が子熊抱いて寝とった、わしは猟友会の若いもんに撃て撃て何回も言ったんや、何回言っても若いもんが撃たへん、撃て撃て言ってるうちに猟友会の若いもんが、あんた会長やろ自分で撃てやって言いましてな、わしは嫌やったけど母熊撃ち殺しました、でも抱いていた子熊これだけはようやらんかったんや、それで家に連れて帰って飼う羽目になった、熊飼ってみて初めて知った、みんなが思ってる熊常識全部嘘やぞ、あんないじらしい我慢強い動物おらん、人間に受けた恩一生忘れへん、家内がかわいいかわいいって毎日朝から晩まで餌やってな、しまいに110キロなってしもたんやわしは毎日一緒に遊んだ、近所のもんが会長さんやめとけ今に襲われるぞって言ったけど、襲われる心配なんか何にもない、そうこうしているうちに太りすぎて7年目に成人病併発して死んでしもたんや、その時家内が我が子が死んだように泣き叫んだんや、そういう話をしていくとだんだん場内が静まり返ってきました。このあと役場の若いお兄さんが壇上に上がられまして、皆さんに一つ提案があります。ご存知のように杉の人工林どんどん崩れ落ちてきました。私芝栗という木見つけたんですよ、野生のちっちゃな栗なんですね、あの材が今とっても高く売れるんです、もうどうせ崩れ落ちてくるんですから帯状に切って芝栗植えませんか、実ができたら熊をはじめとして森の動物たちにやりましょう、材はそのうち切って私たち人間が儲けさせてもらいましょうって提案されたんですね。でそんなこんなで半日話し合ったんですけど、最終的にどうなったかって言いますとね、あんなに怒り狂っていた地元の方たちが、わしも芝栗植えるわ芝栗植えるわって変わっていくんですね。私は日本人だと思いましたよ。日本っていう国はね、明治になるまで1200年間ずっと殺生禁止令が出っ放しに出てたんですよ。これはね、神道とか仏教の影響ですね。でね、心の底ではみんなね、殺生が嫌なんです。生き物にみんな優しさを持ってるんですね。だからね、そういうのがなんかこう出てくるんですね。で最後に会が終わる時にね、一人の男の人が立ち上がって、わしも芝栗植える、でもな今日この会場に町のもん来てたらお前らみんな帰れ、お前らには何の関係もない話じゃって怒鳴られたんです。その時私思わず入って手を挙げてしまったんですね。実は私町から来ました。兵庫県の尼崎市 100% コンクリートで塗り固められた町です。50万尼崎市民の命を支える水も酸素も食料ももはや尼崎市からは何も出ません。でも私たちがこうやって毎日元気で生きておれるのはまだ奥地に自然が残っているからなんです。奥地の自然が私たちの生命線なんです。これを守るために私たちも参加させてくださいって言いましたら、みんな黙ってしまわれました。私はね、帰り道のバスの中でいろいろ考えたんですけどね、皆さん自然をね、残す守るっていうのはね、もう人間にとって計り知れない大事なことなんですけどね。でも今の日本でね、自然なんか守っても残しても1円にもならないんですよ。
潰したらお金になるんですよね。でね、今までの自然保護っていうのがね、田舎の人にね、しっかり自然守ってくださいよ、自然壊したらダメでしょって言ってたんですけど、違うぞ、奥地に残されてる自然が潰れて、あそこまで潰れて一番に滅びる困るのは、実は都市に住んでる私たちなんですよね。私たちこそお金も、ね、力も出して守らなあかんの違うかな。だって尼崎市だってね、昔の尼崎市の絵を見ましたらね、 100% 森なんですよ。で今森はゼロですけどね。で一旦消した森は二度と戻せないんですね。ほんならもう今残ってるとこ守り以外に生き残る方法ないんですよね。私たちの祖先にとって自然は保護や管理の対象ではなく、畏怖や畏敬の対象だったんですね。自然によって私たちは生かされてるっていうことで手を合わせてきました。兵庫県と鳥取県の県境に氷ノ山という1510メートルの山があります。その山のふもとに住んでおられるおばあさんの言葉がとても印象に残っています。おばあさんがこんなふうに言われました。わしら熊さんが住んどりなさるあの山から水もろうて生きてきた。熊さん、住んどりなさる、これ全部敬語なんですよ。熊さんの住んでおられるあの山から水もらって生きてきた、ありがたい。この自然感があったからこそ、私たちの祖先はこの国に豊かな森を残すことができたわけです。人間が山を全部取ってしまわなかった、このことによって私たちの祖先はこの国にこんこんと水の湧き出す豊かな森を保全することができたわけです。一つ私たち希望がありまして、というのは生徒が署名を持って行った 2,3 日後に兵庫県の猟友会が、兵庫県野生ツキノワグマ絶滅の恐れにつき狩猟を自粛しますと発表してたんですね。で、まあ、自粛だから、まあ、自分別に狩猟しても罪にはならないんですけど、蓋開けてみましたら、この年1年終わって、この年兵庫県で殺されたツキノワグマ狩猟では2頭でした。でも有害獣として25頭殺されてました。だいたい毎年ね、60いて30ずつぐらい殺してたんですよ。で名前変わってもね、有害駆除ってどうせ殺されるんですよね。で、ああもうダメだ、もう絶滅してしまうって生徒も焦りまして、先生最後の手段やるわって言い出したんですね。何するんやって聞きましたら、知事に直訴するって言うんですよ。やるかって言いましたら、やりますということになりまして、手紙出したら知事さんから15分間だけだったら生徒に会ってもいいというお返事いただきました。私たちね、当時教職員はもうほとんどが生徒の応援団回ってまして、このいただいた15分間に日本の森と動物の全運命がかかっている、まあ、それぐらい思い詰めてまして、教師みんなで集まりまして、生徒の代表を選びにかかりました。4名選んだんですけどね、選んだ観点は保護の気持ちがとっても強い子、口の立つ子、この2点で4人選んだんです。で4人とも女の子になりました。口の立つ子というと女の子になってしまいますからね。で私たち知事がどんな人か知らないんで、毎晩毎晩クラブが終わってから夜理科室で練習したんですね。で男の理科の先生が毎晩知事役しましてね、よし今日はな、知事がいちいち言い返してくる人だった場合行くぞって言うと4人がさーっとね、今日は知事がな、うんうん言うだけで何も言わない人だった場合行くぞって言うと4人の女の子がツァーって言うんですね。いよいよ知事に会う日、彼らが校門出る時言った言葉、今でも覚えてます。先生、知事がどんなタイプでも対応できます。でこれが子供なんですよ。子供のたくましさなんていうのはもう凄まじいもんですからね。で会見場に行きましたら、大きな机がありまして、知事さん座っておられまして、この4人の女の子、挨拶が終わるといきなり紙バッと開けて五択問題出したんですね。絶滅寸前兵庫県野生ツキノワグマ1番、絶対に野生で残さねばならない、2番できたら残したい、3番どちらとも言えない、4番できたら駆除したい、5番すべて駆除したい、知事さんあなたは何番をお選びですかとこう迫ったわけです。そしたら知事が即座に、一番に決まってるよ、野生で残さないと意味ないだろうって言われたんです。この後気まずい沈黙の時間になりましたね。本当にもう冷や汗出たんです。と言いますのはね、考えられるあらゆる場面想定して練習していったんですけど、知事が一番ということだけはありえないと思ってたんで一番だけ練習していなかった。
ってなかなか難しいです。思うようにいかないもんですね。どうしようかと思ったんですけどね、まあ、しばらく沈黙が続いて、この4人の女の子突然拍手しましてね、まあ、どうにか15分間訴えまして、知事がね、この子たちなんだよ、よく勉強してるね、でもこの問題は難しいな、農作物に被害が出てるからねっていうことになりまして、ちょっと乗り出してみようかと知事が言うと早いですね。林務課にパッと予算がつきまして、一体兵庫県にあと何頭クマが残ってるのか2年間かけて頭数調査をする、最奥地に罠を仕掛けましてね、どんどんとクマを捕まえて全身麻酔かけて、一生外れないこんな大きな発信機、当時首につけて、歯を抜いて、耳に印つけて、血を抜いて、もういろんなことして1頭2頭って数えていくんですよね。でそんなことしたら余計早く弱ってしまって滅びますから、やめてくださいって言ったんですけどね、そういうところには研究者がどっと来るんですよ。でこんなことしたら余計早く滅びますって言ったらね、研究者の先生なんて言ったと思われますか。絶滅するんですよ、早く論文書かなくちゃ。研究者というのは論文書くのが目的ですからね。だからもう本当にね、今でも日本の行政こんなとこばっかりですね。餌がないから出てきた、駆除しよう、餌がないから出てきた、捕まえてね、発信機つけよう、餌がないから出てきた、ね、DNA 調べるために血を抜こう、餌がないから出てきた、餌がないから出てきたって、もう餌をどうかしてやるという発想は全くないですね。ちょっと男の人には悪いんですけどね、これね、女や子供がね、この部署にいたらすぐ浮かびますよ、餌を何とかしてやればいいんだ。でもね、男の人の子供の時はみんなそういうこと分かるんですけどね、大体の男の人が大人になってきますとね、こういう感覚なくなっていくんです。そういう人が多いですね。だから本当にね、でそうこうしているうちに、まあ、私たちがっかりしたんですけど、全国植樹祭2巡目のトップバッター回ってきまして、全国植樹祭は戦後ずっと自然の森の木を切って、杉ヒノキこうやって植えていくんですね。また一緒なんですよ。でも知事さんに私たち手紙書きまして、明らかにもう杉ヒノキ植えすぎて大変な弊害が出てます、もうね、兵庫県だけのことじゃなくて次の県にも影響を与えるんで、なんとか兵庫県から広葉樹の全国植樹祭に変えてくださいとお願いしました。そしたら知事さんが、まあ、英断だったと思うんですけど、新聞にパッとこんな記事出しましてね、全国植樹祭計画白紙撤回、植えるのは26種類の広葉樹で、両陛下のお手植えも広葉樹と、こうやって変えてくれたんですね。で生徒たち喜んでしまいましてね、もう記念すべきその植樹祭に参加したいって言いましたら、県が送られてきました。で1994年5月、兵庫の北部の熊野生息地の真っ只中で行われた全国植樹祭に私たち呼んでもらったんですね。でその時生徒が、先生このチャンス逃したらあかんなと言いまして、こんなん何するんやって聞きましたら、分かってるやん、両陛下が来られるんだよって言いましてね、やるかって聞きましたら、やりますですね。で記念式典が終わってから、彼らがその場で天皇皇后両陛下様にお手紙書きまして、お手紙には高橋信清先生の言葉きっちり使わせてもらいました。あなた方のお父様であった昭和天皇も疑問に思っておられたんです使わせてもらいましてね。でお付きの人に、絶対両陛下に呼んでもらいたいんですって渡しましたら、その日のうちに両陛下が呼んでくださいました。もうね、このことが分かった後の当時の環境庁の動きの早かったこと、もう次の日臨時職員会議、そしてその次の日臨時記者会見が開かれまして、当時の環境庁長官が、兵庫県ツキノワグマ絶滅の恐れにつき狩猟禁止令を発令します。ついに国を動かすとこまでやっちゃったんですね。で狩猟は止まった、問題は有害駆除ですよね。で出てきたら殺すぞ、出てくんな出てくんな、だって餌ないんだから出てきますよね。でこれを解決するにはもう一回ね、この杉の人工林切って自然の森に戻さなダメですね。でこれはちょっと子供にはもうできません。で一旦ここで解散しまして、彼らは当時もう高校生になっていて大学受験に突入するんですね。で私はこの問題一回徹底的に調べてやろうと思って奥地をずっと歩いて調べ始めました。そして次々といろんなことが分かってきたんですね。その分かってきたところをちょっと最後にざっと見てもらって結論出したいと思います。はい、お願いします。はい、ね、中国山地で奥山、里山住み分けラインなんですが、奥山ね、ああいう原生的な森もうほとんど西日本切りました。もはや天井
ポイントでちょっと残ってるだけでもうありません。わずかに残されたその天井の奥山原生林見てください。モコモコっとしてるのがブナや水ならの落葉広葉樹、黒っぽい三角形、あれ自然杉ですね。どっちも巨木でして、あの自然杉は花粉症になりません。でこの森の中ちょっと覗いてみたいと思います。はい、明るいでしょ。いろんな種類の植物がありましてね、高いの中くらいの低いのぺったんこの、年齢ももう今年芽が出たの、今倒れて死にかけとか、もう何もかもがみんな違うんですよね。で実はこれね、クマが住んでる森でしてね、私初めてこんな森奥地入ったんですけど、写真撮ってやろう思ったんですけど、みんな動物が逃げちゃうんですよ。今の動物ってもう人間のこと本当恐れてますね。まあこんな今の人間だからしょうがないんですけどね。でもさっきまで動物がいたのみんなわかるんですよ。足跡とかね、糞とか毛とかね、爪跡とか歯み跡っていうのは餌食べてた跡ね、こんなんで、あれがいた、これがいたってみんなわかるんですけど、はい、生物の多様性が保たれた森、これがね自然の元々の森なんですね。でこの森に私入って、一回も今まで見たことのない森だ、決定的な違いすぐ分かりました。熊の住む森、熊森って私たち勝手に造語なんですけどね、何が違ってたかっていうと、森中がしっとりと湿ってるんです。でどこを行ってもね、足ポッと踏んだらね、水がじわっと上がってきてね、で苔の間からポチョンポチョンポチョンって湧き水が至るところで、で谷川行くとゴーって、もう水の音がうるさくておしゃべりできない、もうとにかくね水が湧き出してくる森なんですね。で近くに住んでるおじいさんおばあさんに聞きましたら、昔ねこんな森至るところにも全部こんなんやったって。でわしらな、秋になってな、芝栗落ちて栗拾いに行こうかって拾いに行ったら、横で猿の群れが同じ格好して栗拾ってるんや。でもうこういう自然の森は動物だらけやった、もううじゃうじゃしてた動物が、でね食べても食べてもね餌が消えない森なんですって。ウサギがまた木の皮かじってこの木垂れてしまったやないかって、枯れてバターンと一本倒れると、うわーっと無数の芽が出るんですって。食べても食べても新しい命が絶えず絶えず吹き出してくる、それが自然の森だったんですね。でこの森を歩きながら私突然天の啓示みたいなのを受けたんですね。はい、この森は植物だけではできない、動物がいないと維持形成できない、しかも大型動物がいればいるほど森は豊かで保水力高まる。で、証拠はもういっぱい見つけたんですけどね、こういうね最奥地の森って人間が入れない森ですよね。放っておいたら草木が密生して群れてくるんですよ。ところが大きい動物がいてどんどん動き回りますと、獣道ができて外から風入ってきますよね。で熊だけじゃないんですけどね、どんぐり食べる時ね、あれ落ちてんの拾ってんじゃないですね、木の高いとこ行って枝をポキポキ折ってこうして食べていくんですね。で枝を折るたんびに光がどんどん森の中に入ってくるんで明るい明るい、しかもまあブナや水ナラの葉っぱは日光を通すんですけどね。でいろんな獣は土を掘ったり糞をしたり、根の成長を助けたり肥料になったり、別に獣だけじゃなくて鳥は実をついばんであちこちに次の芽生えを落としていくし、虫は花粉つけて飛び回ってあちこち実を結んでいきますよね。皆さん、自然の森から動物消えたらどうなると思いますか。この森だんだん消えていきますよね。で両方揃わないとダメなんだ、森を残すには、ね、森イコール植物プラス動物なんだっていうのを熊森協会はもう全国民に訴えたいことですね。で、私たちはこの森もはや天井しか残ってないんですけど、これをもう一回広げるべきだと言ってるんです。理由はね、何かって言いますとね、こういう自然の森は兵庫県で残されたこういう原生的な森385ヘクタールあるんですけど、その広さだと維持できないんです。1万ヘクタールぐらいボーンと残らないと枯れていくんですよ。広くないとダメなんですね。それともう一つ、私たちがこの森を復元したいのは林床、これなんです。こんこんと水が湧き出している。この水ね、もはや初めの雨水じゃないんですね。湧いてきた水にはミネラル分がいっぱい溶けてまして、この水で農業すると肥料はいりません。この水が川や海に流れていくと不思議なことが起きるんですね。川や海が生き物だらけになるんですね。でこの水が私たちの都市の水源でして、この水が実は今の経済大国日本を支えてるんです。どういうことかって言いますと、今日本がどうしてこんな大金持ちになったかっていうと、工業
大国として成功してるんですけど、なぜ工業大国になれたかって言いますと、祖先がこの森をつい最近まで残していたからなんです。すべての工業は大量の水を必要とするんですね。この水のおかげなんです。ところが残念ながらこの水が今どん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 減り始めたんですね。私ぐらいの年の人に聞いたら、もう子どもの頃の3分の1になった。今年なんかすごいですよ、お口から電話どんどんかかってきまして、森山さん、この水が枯渇しました。もう大変な事態ですね。で、日本だけじゃなくて今地球規模でこの淡水が人間の環境破壊によって消えていこうとしてるんですね。本当に恐ろしい事態です。はい、なんでそんなことになったかというと、これ兵庫県なんですけどね、杉の人工林ね、青々としてますけど、一体この中を覗いたことある人が何人いるかですね。ちょっとそばへ行ってみましょう。はい、もうちょっと行ってください。道路から撮ったんですけどね、ちょっと道路のとこだけ下草あるんですけど、もうちょっと奥見てください。一旦人工林を作ると手を入れ続けなければ維持できません。荒れてきます。でも安い溶剤が入ってきて本当に気の毒なんですけども、日本の林業成り立ちませんよね。そしたら手を入れる人いなくなりますよね。もうちょっと奥に入ってみましょう。はい、こうなってんですよ。放置人工林って言うんですけど、林野庁の発表では全国の人工林の7割が今これです。で、私たち人間は動物にこっから出てきたら殺すぞって言ってるんです。皆さん、こっから出てきたら殺すぞって言われたらどうしますか？泣きたいですよ。何にもない、こういうことになってるんですね。はい、動物が住めない森は台風、2004年の兵庫県です。もう台風来たらバタバタバタ、はい、大雨降るとバサーッと崩れて、で、流れてきた杉が橋桁に引っかかって、そこせき止めて大洪水。これからね、もう今九州えらいことになってるんですよ。これが全国に今から広まってきます。で、皆さん東京都民の方なんで、私たちのじゃあ水源大丈夫かって心配になりますよね。水源ご存知ですか？群馬県とか栃木県とか、ああいうとこですよ。だから皆さんが21世紀水を確保しようと思ったら、ああいう奥山、もう日本全国森が大荒廃してるんですけど、あそこをなんとかしないことには水道止まりますよ。はい、で、私たちは大変だ大変だっていろんなところに言ったんですが、誰も動く人いませんでした。で、そうこうしているうちに、今から11年前、岩波新書142番アメリカの環境保護運動という本を読みまして、私たちは目から鱗が落ちたんです。今西洋文明っていうのは自然破壊一辺倒だったんですけど、もうこれ以上自然壊したら人間滅びるぞっていうんで、文明の方向転換が始まったんですね。で、誰がそんなことしてるかっていうと、大自然保護団体なんですよ。で、自然保護団体が今国を動かし始めたんですね。で、私たちはいろんなところに乗り出してください、乗り出してくださいってお願いしたんですけど、そうか、日本の自然守るのは自然保護団体だ、日本にはもうありません、そういう団体ないと言っていいです。じゃあ私たちが欧米並みの100万人規模の大自然保護団体作ってやろう、そして日本の森や動物を守ろう、決意しまして、11年前に日本熊森協会を立ち上げます。教え子は大学生になってまして、帰ってきまして先頭に立って大活動始まります。もうすぐ会結成して奥地に行って、地元の人と話し合いまして、膝つき合わせて泊まり込んで話し合って、みんな最後意気投合していくんですよ。で、こうやって人工林どんどん切って、動物たちに帰れる森を、地元の人たちに安心をという言葉で、ね、樹種転換が始まります。はい、これも兵庫県ですけど、これは6割切って樹種転換してるんですけど、ここの2年後を見てください。せーの、こうなんですよね。もうウサギとかシカ帰ってましたね。もうしかも虫が帰って、で、私たちが植えたこともないようなね、木の芽がいっぱい出てるんですよ。それもちろん置いときますけどね、多分鳥とかネズミとかが運んでくるんですよね、リスとかがね。で、はい、芝栗が一番早い。植えてから3年目に実ができます。はい、コナラ植えてから5年目です。本当は私たちブナを戻してやりたい。ブナの実は森の動物の、全ての動物の命の糧です。でも植えてからブナは実がなるのに80年かかります。切るのは一瞬ですけどね。はい、で、こうやって樹種転換を猛烈にやってる間に恐ろしいことを知ったんですよ。わずかに残された原生林、真夏赤や黄色、なんでですか？紅葉じゃないですよ、8月ですからね。もう至る所今こうなってきたんですが、実はどんぐりというどんぐり、水なら白かし、荒かし、ね、裏白かし、栗、もう実のなる木が猛スピードで枯れ始めたんです。
理由は、はい、地球温暖化、酸性雨、もう全部人間が作ったんです。どんどんと枯れていきます、はい。でそうこうしているうちにもう一個恐ろしいことを気がつきました。林野庁が猛スピードで原生林切ってるんですよ。この国近い将来原生林なくなりますからね。私はね、切るんだったら杉切ってほしいですよ。林野庁が奥山杉植えたんですからね。でも杉は売れないんです。原生林の巨木は売れるんです。だからこっちを切るんですね。で私たち待てと言うんで残された原生林の買い占めを2006年から始めました。今年も買いまして現在1266ヘクタール、原生林買い占めました、はい。買い占めてみるともうね、ただの広葉樹じゃないんです。原生林はみんな巨木なんです。巨木の森でないと大型動物は住めないんです。生きられないんです、はい。これ富山で買った670ヘクタールなんですけれども、原生林、奥山原生林買い占めてみるとどこもかしこもこんこんと水の湧き出してくる、森でして、しかも全てが熊の生息地と重なってました。そういう意味なんですよね、はい。ところが日本の国を挙げて動物殺せ殺せ、熊に関してはこの 3,4 年で9割殺されたと見てます。で環境省に何回も電話してるんですよ。もう絶滅します、もう天然記念物が何かしてください、もう痕跡ほとんど消えましたって言ったんですけど、環境省の答え、熊って増えてるそうですよ。部屋にいますからね、わからないんですよね。もう全然国なんか当ててきませんよ、はい。されることになって泣き疲れて保護して飼育している熊森協会の花子ちゃん、8月の花子ちゃん、11月の花子ちゃん、一緒の熊ですよ。熊は冬眠中の6ヶ月間水一滴飲みません。だから冬眠する前にどんぐり食べてあんだけ太っとかないと冬眠中に死んじゃうんです。でどんぐり食べたい食べたい探してももうほとんど杉の木になってますよね。わずかに残っていた自然の森行ったら地球温暖化で枯れて実がなってません、枯れてますよね。もう日本の森の動物生き残れないですね。でも皆さん、動物を消した時、森が消え始める時なんです。これ飼って滅びていった文明と全く同じ道なんですよ、はい。熊森協会のしようとしていること最後なんですけど、はい、変わったことしたいんじゃなくて、一つの山で杉ヒノキに向いたところ 30% です。そこは国産林業、国産材が大事なんで、熊森協会むしろ杉ヒノキ植えてくれと言ってます。その代わり荒れないように徹底的に手を入れてほしい。それ以外は広葉樹に、自然の森に戻すべきだ。理由は、はい、動物がもう一回帰れるように。そしてね、農家なんですよ。もう農家が本当にお気の毒。もう作っても作っても夜動物みんな食べて、でこの国はね、被害保障ゼロなんです。だから動物が帰れるようにして、農家がもう一回農業できるようにしてあげたいなって強く思ってます。もう一つの理由はこれです。水色の太い線、水ですよね。100年後1000年後もこの水源を確保する、全ての生き物の命、全ての産業、全部これにかかってるわけです、はい。ご存知のように海の生き物、広葉樹の森から出てきた滋養豊かなミネラル分が海に来ないと海の生き物は消えちゃうんですね。全部つながってます、はい。若いリーダーたちがいろんなところで必死で訴えてます、はい。子どもたちに環境教育してます、はい。電気つけてください。もうこれで終わりなんですけれども、まあ、最後にちょっと一言言いたいんですけどね。私16年間ね、何度も無我夢中でこんなことをやってきたんですけどね、今となってはやってよかったと思ってます。私はね、世の中のおかしい問題に出会って逃げませんでしたよ。これは何よりの自分の自信ですね。でこんな問題関わりたくないって逃げてこんなんしてる時よりも取り組んでいる方がね、ずっと人生生き生き楽しいものになることを知りました。昔ね、私の先生がある時こんなことを教えてくれたんですね。人間はね、自分以外のもののために生き始めた時から本当の人生が始まるんだよ。私この16年間もう自分の人生なんかなかったんですけどね、これが本当の人生だったのか、本当の人生を歩ませてくれた本当にね、元教え子たちに心から感謝してます。で今ね、日本中もうみんなそうなんですけどね、全てのことが人間の人間による人間のためのなんとかなんです。人間が幸せになりたい、人間が豊かになりたい、人間が人間がばっかりなんです、国中全部。でも自然の法則をずっと調べ続けてきた理科教師としての結論なんですけどね、人間だけのことを考えていたら人間は必ず滅びます。
全ての生き物と一緒にこの国で生きようとしない限り滅びる。それが自然の仕組みなんですね。今日お話聞いてくださった皆さんがね、なんか自分もなんかこういう活動を応援することなんかないかなって思って動いてくださったら嬉しいですね。若い本当に人たちが先頭立って一生懸命こういう活動してるんですけどね、みんな次々と潰れていくんです。どうしてかというとね、今の日本では自然保護はボランティアなんです。動けば動くほどお小遣い減るだけなんです。アルバイトする時間なくなるだけなんです。だからみんな潰れていくんです。じゃあ欧米はなんであんな自然保護なんてどんどん育ってるんだ。国民がこういう自然保護に生涯命をかける若者に会員となって会費出したり寄付を出したり、そういう仕組みがもう出来上がってるんですね。だから彼らどんどん自然保護やってるわけで、そこが違うんですよね。私いつも講演の最後、大好きな言葉で終わらせてもらってます。マザーテレサの言葉です。マザーテレサは言いました。愛は言葉ではなく行動である。ご清聴ありがとうございました。